今回は できればやりたくない。昨年度に引き続き大役を仰せつかりました西田敏行でございます。本年度の作品、優秀作品もかなり素晴らしい作品が5作品揃っております。本当に日本映画がだんだん盛り上がってきてるなということを実感いたします。昨年度公開された作品に私の出演した作品もあったはずですが、選ばれてないのはやっぱりどうなんでしょうか。若干いささか不安も覚えますけれども、まあ今度こそという思いを持ちながら今年も司会に専念して、今度こそ受賞者側の方に回ってみたいという気持ちを持っております。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。務めさせていただきます牧陽子です。司会というお仕事は初めてなのでとても動揺しております。もともとおしゃべりも得意な方ではないので、なんとかこの日本アカデミー賞という素晴らしい式にご迷惑をおかけしないよう自分なりのできるだけの力で頑張っていきたいと思っております。よろしくお願いします。受賞式で最も楽しみにされていることをお聞きしたいなと思いまして、あと牧さんにもお伺いしたいんですけれども、今回牧さんは受賞者としてではなく司会者として本番に臨まれると思うんですけれども、その、思いの違い等をお聞きしたいと思っております。お願いします。普段なかなか会えない友人たちが受賞されていると、優秀作品、優秀賞を取っているとやっぱりこの人も来るんだこの人も来るんだっていうのが楽しみだし、その時にどんなこと聞いてやろうかなとか、どんな話をしてみようかなみたいなことを頭の中で今いろいろ考えているのが一番楽しみといえば楽しみです。ちなみに吉永さんもいらっしゃるんでちょっと口の中が乾き気味です。去年は受賞者っていう形で行ったんですけれども、なんですごくドキドキしながら緊張感のある会場、華やかな会場にいさせていただいたんですけど、今回は できればやりたくないって思ってしまうほどのすごいまた違う緊張と動揺と、もうどうしようっていう、何なんだろうこの制度っていう、はいちょっとすごい動揺してます。